こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。すでに陳腐化したノウハウでもオーストラリアなら効率よく稼げる。日本とアメリカ Amazon では陳腐化あるいは飽和したノウハウでもオーストラリアなら効率よく稼げるチャンスです。Amazon 輸出、稼ぎ方のハードルは毎年アップしてきました。以前は日本 Amazon で仕入れた商品を US Amazon で販売するとも多かった。日本市場の厳しさに嫌気がさして US Amazon で販売したら簡単に儲かりました。無在庫の自己発送も OK、セドリも OK、ヤフオク仕入れも OK。もちろん日本 Amazon で適当に仕入れてアメリカに出品するだけで儲かりました。FBA を積極的に使った会員さんは Amazon 輸出開始2ヶ月目で月100万円以上の利益を上げることができました。日本国内転売で通用しなくなった方法がアメリカ Amazon への輸出にするだけで面白いように稼げました。マンダラ系で仕入れた商品を US Amazon で販売すると儲かります。中古で買った商品を新品で販売しても全く問題なかった。US Amazon では箱まで綺麗に新品など存在しなかった。初期の購入者はおおらかだった。そのため、これ新品で売っていいの?と思える商品を販売しても問題なかった。オーストラリアには数年前のアメリカ以上のブルーオーシャンがあります。オーストラリアの宅配事情。オーストラリアも宅配は投げて運ぶ。薄くて弱い箱なのに重い箱を平気で重ねる。そのため綺麗な新品が綺麗なまま届くことはまずないです。通常タラレバは話してもしょうがないんですけど、オーストラリアに限っては今まで日本とアメリカでやってきた稼ぎ方、それを再現すればまた稼げるということになります。日本とアメリカ Amazon で通用しなくなった方法がオーストラリア Amazon では通用します。日本とアメリカでうまくいった方法、規制がかかったタイミング、それらを全部把握しています。これから始まるオーストラリア Amazon、一度クリアしたゲームを再度プレイするようなものです。面白みには欠けますが、スムーズに儲けることが可能です。オーストラリア Amazon は期待ができます。まもなく Amazon がオーストラリアで物販を開始します。日本に住んでいるあなたは、オーストラリア Amazon 副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。さらに、Amazon はこのままプラットフォームの質の低下を放置しません。ヤフオクや楽天のような事態を避けるために対策をしています。高級食材スーパー、ホールフーズを買収しました。また、話題になったアマゾンバーダーの新しい試みもしています。ヤフオク、楽天のようなプラットフォームは時間の経過とともに購入者の質が低下します。偽物や粗悪品を購入して十分な保証が受けられない体験でアンチヤフオク、アンチ楽天になるのが主な原因です。しかし、アマゾンは意識して質の高い購入者を取り込もう、呼び戻そうとしています。これは今までのプラットフォームでは見られなかった動きです。まもなく Amazon がオーストラリアで物販を開始します。日本に住んでいるあなたはオーストラリア Amazon 副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。下記リンクをクリックして今すぐにサポート内容を確認してください。